はようございます。私の方からまず申し上げます。先ほど九州電力から10時30分、仙台原発1号機の原子炉を起動したとの報告が当初にございました。政府としてはエネルギー基本計画において、原子力規制委員会によって世界最高水準の新規制基準に適合すると認められた場合には、原発の再稼働を進めることを閣議決定し、再稼働を進める明確な判断をすでに行っております。この方針のもと、仙台原発の再稼働を進めてまいります。今般、仙台原発は原子力規制委員会による2年以上にわたる厳格な審査プロセスを経て、福島第一原発事故の教訓も踏まえて策定された新規制基準に初めて適合するものとして、本日、原子炉の起動に至りました。一歩一歩、安全最優先で前進しているものと認識しております。引き続き検査のプロセスの途中であり、九州電力が安全確保を最優先に対応することはもとより、原子力規制委員会によって検査が厳格に進められることを期待いたします。エネルギー原子力政策に責任を有する大臣として、原発の再稼働プロセスが着実に進むことは、安全確保を大前提に、エネルギー安全保障、経済性、地球温暖化対策といった観点から重要であり、ひいては経済の健全な発展や国民生活の安定に不可欠と認識しております。一方、エネルギー原子力政策を進めるにあたっては、福島第一原発事故のような悲惨な事態を防げなかったことへの深い反省を一時たりとも忘れてはなりません。仙台原発1号機の再稼働の後、あってはならないことではありますが、万が一事故が起きた場合には、国が先頭に立って、原子力災害への迅速な対応などが円滑に行われるよう、関係法令に基づき、責任を持って対処いたします。今なお、地元をはじめ国民の皆様の中には、原発の再稼働について、さまざまな声があると承知をしております。引き続き原子力についての国民の皆様の一層の理解が得られるよう、関係大臣などとも連携しつつ、粘り強く取り組んでまいります。以上です。それでは幹事社の NHK から3点お伺いします。今大臣も触れられましたように、原発の再稼働をめぐっては世論調査で反対が賛成を大きく上回っている状況が続いています。こうした中での再稼働を大臣はどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。大臣としてですね、国は十分に国民に原発の必要性について説明をしてきたとお考えになっているんですか。まず1点目。まず再稼働の意義でありますけれども、先日エネルギーミックスというものを発表させていただきました。そして安全性確保を大前提とした上で、3つの目標を掲げました。1つは、自給率を 25% 程度、欧米の欧米の主要国の最も低いレベル程度は確保するということ。それからもう1つは、現在よりも電力料金のコストを上げないということ。そして、今年の年末にも予定されておりますCOP21 地球温暖化対策対応につきまして、欧米に遜色のないレベルの目標をセットすると、こういう3つの掲げたわけであります。そして再稼働に反対する方から国会でも質問等々受けておりますけれども、まず原子力を再稼働しなかった場合、石炭火力につきましてはそれなりにコストが原子力に近いぐらい低いわけでありますので、石炭火力で代用するという場合にはコストはそれほど上がらないと思います。しかし一方で、石炭火力についてはご承知のとおり、これを増やせば増やすほど CO2 の排出量が増えてくるという大きな問題がございます。原発もダメ、石炭火力も抑制するということになったときには、相当大幅に電力料金が引き上げられるということになることは明らかであります。したがって再稼働しない、電力料金も抑える、また地球温暖化対応でもそれなりのレベルの目標をセットするという3つを満たすということは不可能でございまして、
これをまあしっかりと国民の皆様にもこれから説明していかなければいけないということを考えております。なぜ今そうした点が理解されていないというふうに考えますか？国の説明は十分だというふうに考えますか？そこは難しいところですけれども、こういうことをまあ国会の場等々では申し上げてきておりますけれども、もう少し国民の皆様に対して直接こういうことを申し上げる機会といったものを、これからも作っていかなければいけないだろうというふうに思っております。2点目です。使用済み燃料プールの問題について、許容量がですね、受け入れ量が少なくなる原発がある中で、今後再稼働が増えていくことも予想されますけれども、これの問題についてはどういうふうに答えられますでしょうか？使用済み燃料プールにつきましては、全体的にはまだ余裕がございます。しかし各原発ごとに見ますと余裕が少なくなってきていることも確かでございまして、これらにつきまして今後アクションプログラム、アクションプランといったものを作りまして、今後の対応をしっかりやっていかなければいけないということで計画を作っていきたいと思っております。最終処分地の問題です。まだ見通しは立ってない中でですね、トイレなきマンションと言われる状態がずっと続いていることになってますけれども、この状態に対してですね、無責任だとか、再稼働を進める前にやはり決めるべきだというような意見があります。こうした一方に対してですね、再稼働と直接リンクしないというご説明で理解が得られるというふうにお考えになっていますでしょうか？どういうふうに今後理解を求めていくというふうに思います？この会見でも一回最近も同じご質問がございましたけれども、最終処分地につきましては、これは現世代の責任としてしっかりと処分地を見つけて処分を始めなければいけないと思っておりますが、一方で再稼働するしないにかかわらずこれはやらなければいけない話でございますので、リンクはしていないということを申し上げてきております。そして最終処分地につきましては、基本方針を今年改定をいたしまして、これまでの手上げ方式から国が適地の候補地といいますか、適地としての条件を今専門家に検討していただいておりますけれども、そういう中で幅広い方にご説明をしながらご理解を得ていかなければいけない。ただ欧米の例を見ましても、これは相当粘り強くしっかりと対応していかなければいけない話でございまして、そういう方向で進めていきたいと思っております。各社さん、新聞の用意して経済産業省はですね、昨年9月に鹿児島県の伊藤知事らに対してですね、万が一事故が起きた場合には政府は関係法令に基づいて責任を持って対処するなどとした文書を手渡してますけども、仮にですね、事故が発生した場合、政府が関係法令に基づいて責任を持って対処するということは具体的にはどのようなことになるんでしょうか？先ほど申し上げましたけれども、万が一事故が起きた場合には、国が先頭に立って、原子力災害への迅速な対応や、被災者への支援、さらに賠償が円滑に行われるよう、原子力災害対策特別措置法など関係法令に基づきまして、責任を持って対処する考えでございます。で、原子力災害対策特別法にはですね、原子力災害対策本部の設置、地方公共団体などへの必要な指示、自衛隊の派遣要請、避難指示区域の設定、被災者の避難指示などということが規定をされております。また、原子力損害賠償に関する法律におきましては、一義的には事故による損害の賠償責任は事業者が負うことになるが、賠償額が一定額を超え、かつ必要であると認められるときには、事業者に必要な援助を行うと規定されておりまして、これらの法令に基づいて、国が先頭に立って対応したいと考えております。すみません、避難計画についてなんですけど、防災訓練がですね、いまだに大規模なものをやられてなくて、足りないんじゃないかと、不十分なんじゃないかと、再稼働する前にやっていくべきだったんじゃないかという意見もあるようなんですが、そのあたりについて、担当じゃないかもしれません。担当は経済産業省ではございませんけれども、避難計画につきましては、最もよくご存知の、立地自治体において、策定されるということでありますけれども、当然のことながら国も各立地ごとにチームを作りまして、いろいろなアドバイス等々を行ってきており、最終的には安倍総理が本部長の会議におきまして、
その避難計画についての報告を受けていると、こういう形でございます。でいろんなご意見があるとは承知をしておりますけれども、一回作って終わりというものではなくて、常にこれは見直して進歩させていかなければいけないということでありますので、それぞれの自治体においていろいろ検討される、またそれを政府として支援をしていくということをこれからも続けていきたいというふうに考えております。はい、朝日新聞の村山と申します。原発に関する今朝の報道で、電源立地地域対策交付金について、現在の稼働率一律 81% から実績に基づくものに変えることによって交付金を減額するという報道がありましたが、その事実関係と、そういった形で交付金を減らすことで再稼働についての圧力をかけるという狙いがあるのではないかという指摘もありますが、狙いについてお聞かせください。地域の多様なあり方に適切に対処するということで、現在来年度28年度の概算要求に向けて検討を進めております。で電源立地地域対策交付金については当然のことながら引き続きみなし交付金制度を活用して支援を行っていくということは当然でありますけれども、現在のみなし率というのが、原発が停止する中で全国一律に 81% というかなり高い割合になっております。これらにつきまして、稼働実績とか実際の運転状況などを踏まえた一定の見直しをしたいと考えておりまして、現在検討しているところであります。エネルギーミックスの中で原発比率 20% という目標を掲げていらっしゃいますけれども、改めてになりますけれども、この比率を実現するために今後再稼働必要な原発の数の目安と、また新増設についてのお考えを改めて。新増設またリプレースについては現段階では想定してないということであります。そしてエネルギーミックス2030年に、原発による比率が20から22ということで、エネルギーミックスが作られました。そしていろいろこういう場でもまた国会等でも実現可能かというようなお質問があって、不可能な数字ではないと考えているということを申し上げてまいりました。そして今の何基ぐらいというのはなかなかどういう大きさのものが再稼働できるか、要するに規制委員会の適合性審査に合格するかということがわからない。一方で稼働率といったところもいろいろ触れておりますので、 70% で見るのか 80% で見るのかといったことで変わってきておりますけれども、一番少なくて済むケースですと30基を下回るようなケースでも可能でありますが、まさに今後稼働率がどう推移していくのか、またどのような原発が具体的に 再稼働するかによって数字自体は変わってくると考えております。東京新聞の吉田と申します。すみません、ちょっと賠償関係の話に戻ってしまって恐縮なんですけれども、原賠法の見直しがですね、今内閣府の作業中だと思うんですけれども、これが終わらないまま再稼働に至ったわけですけれども、これは特にリンクしないという、原賠法の見直しと再稼働というのはリンクしないという考えでよろしいでしょうか。今原子力委員会のもとで、まさに、賠償の、責任についての議論が行われていると承知しておりますが、一方ですでに原子力賠償廃炉機構というものができて、東電について対応しているわけでございまして、すでに制度としては賠償が行えるような制度が今あるという状況でございますので、その原子力委員会での検討を待つ必要はないと考えております。朝日新聞の方です。事故から4年半が経って原発再稼働に反対する声というのがあるケースがかなり多くてしまうということですから、これについて経産省として
経産省として分析したことはございませんけれども、やはり3年と、もう4ヶ月5ヶ月前になりますか、5ヶ月前になりますが、福島のやはり事故のまさに記憶というものは国民の間で大変強く残っているということである。これが一番やはりその再稼働に対する反対が強い理由だと思っております。でしたがって私どもとしてやはりその新たな規制基準といったものが、まあ、その原子力事故の、教訓も得た上で世界最高水準と言われる大変厳しい規制になっているということはしっかり国民の皆様にこれからも説明をしていかなければいけないと思っておりますし、また先ほど申し上げましたようにその再稼働をしなかった時の国民生活に与える影響、また経済活動に与える影響といったものについてもしっかりとお話をしていかなければいけないんだろうというふうに考えております。ありがとうございました。